お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらの枯渇デッキやっていきたいなと思います。なんかこんな感じのねゴブリンバレルとウォールブレイカー、そしてまあイリババが入ってる枯渇を多分何回かね、なんかロケット入りだったりなんか吹き矢が入っていたりみたいな感じでいろいろ紹介したことがあるんですが、それの今回マザネクバージョンがね生まれました。めちゃくちゃ使われてます。マザネクプリンしか対空がいません。なので、空きちいじゃんってデッキなんですが、もう陸で攻めまくります。攻めまくって攻めまくって、一本取られたも、こっちも一本取るような編成ですね。で、ヒールスピリットの枠は、スケルトンでも使われてました。まあ、でも、スケより、ヒールスピの方が、まあ、ユーノだったり、エリババだったり、その辺が生きてくるのかなっていうデッキですね。さあ、今回は檻なので、まあ、エレジェイか、親衛隊ロイフグデッキですね。さあ、ホバリングなので、親衛隊プラスのロイフグで、まあこれはホバリングとかがね、やっぱ、待って、ザップだ。ザップとなると分かんねえな。まあ、今の間にこうね、もう攻めまくります。序盤にめちゃくちゃ攻めるデッキなので、さあ、ディガー、ホバ、ザップ、ラバ、ファイボザップ、ディガー、ホバ。いや、分かんねえな。多分ラバですね、折り合って。なので、まあまあまあ。陸受けがちょっと少ないのかな。今、ゴボリがあるぐらいだと思うんですけど。さあ、ザップだったもんな。ゴブリンバレルとかウォールブレイカーも飛ばし放題みたいな。ね。で、まあ、ファイポでね、僕のプリンかマザネク、まあ、どっちかはやられるけど、どっちかは生きるので。よし。さあ、今、ヒースピがカクつきましたね。檻壊れたら、逆サイリババとか走らせてもいい気がするんですけど、無視されるっすかね、もしかしたら。さあ。この辺はね、できるだけ延命していきたいですよね。ザップ使った。まあ、ザップ使ったらゴブリンバレルが一応生きるぐらいですよね。さあ、これね、お、エリババがエリババがあっち行っちゃった。このヒースピーエリババに当てれたらね、熱かったんですけど、無駄になっちゃいましたね。で、こうマザネクにね、ファイブ打たれたので、いやもう打たれるんでね。打たれましたけどね。さあ、プリンとかも出して、まあ、プリンかマザネクどっちかは生きていくっていう編成ですね、今回は。ディガーがあったので、まあ、ディガーで片方消されて、片方ファイバル飛ばされるのが、一番しんどいっすよね。あと、ホバリングとかね。なので、僕が1300を一応守るんですけど、守りきれるかって言われると、結構際どい位置なんですよね。なんで、結構頑張って、もう2個目をね、狙っていきたいっすよね。さあ、ヒースピとかも使ってね。よしよしよし。これだって絶対きついっすもんね、相手。ファイブ使って守ってくる。で、陸受けも意外と僕少ないので、ヒースピーになってることによって。しっかりね、ウッドだったり、またウォールブレイカー受けとかもね、していければ、耐えれそう。よし。さあ、ウォールブレイカーで耐えながら、豚で耐えながら、で、この豚をね、生かすゴブリンバレルですよ。タゲ取ってくれてるんでね。おお、今日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 。今、18秒だから、まあ、最悪守ればいい。最悪守ればよくて、で、おしゃれなことをしたいのは、俺、よし。こんな感じでね、ユーノとかでね、プレッシャー与えながら、陸で攻めてあげれば、このね、間にこの残ってるマザネクだったり、まあ2周目のね、こういうマザネクで守れたりできるという感じですね。さあ、グッドゲーム。ラバーだから対空少ないんですけど、どれだけ、このマザネクとプリンセスを楽に処理させないかっていう感じですよね。なんかこう、できるだけ延命するというか、低め、深め、深め、低めに置いて、なんか普通にラバの公園のホバリングに、ああ、射抜かれてやられたとか、そういうことがね、あってしまうと良くないんですよ。相手が対処きつい分、できるだけこう、対処させないようにね、するっていうのがちょっと大事になってきますよね。なるほど。だから、マザネクとかのプリンがね、結構、勝敗を変えます。分けます。よいしょ。さあ、これは受けがないので、こんな感じでね、受けます。で、ユーノとタルババだと、まあ多分トレナー入ってないと思うんですよね。陸で攻めるムートエリババのデッキとか、まあ、ペッカとか考えられたんですけど、まあユーノで受けますよ、ここは。エレキヒースピなので、そうですね。多分ファイボと、あとはマザニクかな。もしかしたらマジアッチャーゴーストの方もあるんですけど。まあなんかそんな感じのデッキだと思います。さあ、これもう一回同じ受けしようかな。なんかこのユーノの受けがね、大変なんですよ、僕。ああ、走っちゃったな。さあ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 、ムートですね。だったらハイボマザネクとかそんな感じだと思います。で、相手が一応タルババがあるんで、まあゴブリンバレルはなかなか通りにくいかもしれないんですけど、ウォールブレイカーに、まあ、タルババ使わせたりとかいい感じにね、できたらいいかなと思います。うわ、マジか。
いやそれはいいな、いい攻め。いやでも、いやまあ耐えたのはでけえな。あ、だからなんならこれさ、左のエリババ痛すぎー。オッケーオッケー。あのお互いね、エリババが止まらんっていうやつですね。お互い止まんなくて、よ、持って、思ってる以上に削ってくれてる。熱い熱い熱い。もう一発。いや1400でしょ。これ言うのにユニット出さねえよな、さすがに。オッケーオッケー。いや熱い熱い熱い、マジ熱い。でこのエレキは若干無視してもいい気がしたんですけど、ちょっとこう相手の1300側にプレッシャーを与えたいというかね。いやこれあるな、エリババ。エリバババカ強くね。マジでお互いエリババ出しただけでこんだけダメージ与えるからな、えぐい。エリババで何でも勝てそう。さあ、あのマズネクウッドでいけそうですね。でまあ逆サイとかもちょっと警戒しつつね。でこれは延命できた方が多分いいと思うんですよ。しかもこれ僕のエリババ相手守んないといけないんですよね。でこの残ってるプリンとかウッドとかでね防衛してあげて。おっきょ、いいね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 。あれで5打ちたいと思うんだけどな、絶対。でここちょっと延命してんだけど、あーめっちゃいいの、それめっちゃいいので、これ多分逆サイ来るんですよね。そうだから右側に防衛こそ少なめにね。おっきょ、いやいい判断。わあめっちゃいい判断でしたね。さあもう後半は一個も攻めてないですけど、攻めるだけちょっとカウンターが来そうだったので、さあというね感じでございます。まあヒースピーの分攻めでは強いですね、もちろんです。エリババヒースピーでもうね一気に何でもキングまで行っちゃうので強いんですけど、ウギがね気持ちだけ、気持ちほんのちょっとだけね大変になる。まあでも好きよりはヒースピーの方がいいと思うんですよね。さあよろしく。さあまあゴブリンバレルあるんでね、まあ、ガンガンね序盤から攻めまくりたいですね。あーボンバーだ、もうゴレかエレジャイ確定ですね。ボンバーは極まれにロイホグデッキとかにも入ってますけど、まあ、ほぼ大型ですね。なんか大型の必須アイテムみたいな。なんかね、連れて行っとけばとりあえず安牌なのが今ボンバーですね。さあ、というわけで、まあ、檻だし、エレジャイかな。エレジャイ環境、めっちゃ強いんですよね。なんかしかもいろんな方がいるんですよ。今回ってダックプリ型ですけど、はいい取るね。なんかボーラー型がいたりとか、なんかね、そう中身なんでもいいんですよね。あのエリジェイが強いから、エリジェイが強いから中身なんでもよくて、いろんな方のね、そうエリジェイがいますね。さあボンバーが若干厄介かな。まあでもボンバーだと、あ、てかタルババとかがないんでね、タルババの枠がボンバーになってるので。さあこれは走らせたかったけど走らせれなかったっすね。いいダックプリだ。逆サイプリン、おお、うちのプリンは避けていく。ナイス。で、これ多分相手今トレーナー使ったことによって、この対処だけでもめんどいと思うんですよ。さあ、で、アイウィズ出したら結構エリアドを取れてるんですよね。取れてて、オールブレイカーだと、檻が来るのかな、何が来るんだろうって感じですよね。攻めちゃおう。ちょっと逆サイ攻めときたいな。トレーナーか？いやー、ナイス。いや、でかい、でかい、でかい。めっちゃいる、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 めっちゃいる。いや、熱すぎる。で、ここはウッドですね。で、エレジャイはね、施設がないと基本的にはやっぱきついんですよ。そう、エリババいると言って、エリババ、あの、エレジャイのカウンター一発とライトニングで行くので、結局ライトニングでほぼさよならなんですよね。だからちょっとね、エレジャイは嫌ですね。イモられてイモられてイモられてしまうと、あの、こっちの攻めが通んないんですよね。通んなくてエレジャイ出されるだけで、あの、もう死みたいな。そんな感じで、インドラでしかも。インドラはまあ、別にどうでもいいですね。そんな、僕の敵に刺さるかって言われてもそんなこともないし、なんなら腐りそう。というわけで、まあこれはダックプリで受けてるのか。ちょっとやだな。ちょっと待って。やばい。これ。これマザニクできるだけ延命したいですね。で、今のこういうダックプリとかの前にエリジェイつけられるだけ僕は苦しいんですよね。さあで、攻めたいな。こうタゲ取ってる間にね。これトルネでね、あの防衛したいと思うんですけど、ウォールブレイカー追加されると、ちょっと困るみたいな。ああ、キョキョキョ、いいですね。相手にね、トルネを誘いつつ、ダメージをね、稼いでいきます。まあ、問題はこっからみたいなところあるっすよね。さあ、来た。で、これもエレジャイ即、エリババヒースペで溶かさないといけないんですけど、溶かせれないですね。ライト打たれるように言うの出したんですけど、いらなかったな。いいね。さあ、ここはちょっともうね、いっぱい攻めます。いっぱい攻めて、あ、プリンもう一発で。プリンもう一発でやれるやつ。いやー、ここちょっと、ご了せねえかな。もうちょっと。いや、惜しいな。いや、もうちょっとだけだな。さあ、適当に回収して、で、攻めながら、
ですね。もう僕はでも攻めの手をね、緩めた瞬間負けますね。あ、相手、相手佐藤、オワコンか？うい、やりましたね。あの、檻がもう、届いてなかったな。やべ、ちょっと待って。回して、守れないんでね。もう守れないんで、これ。回すしかないです。完封されたらやばい。あー、オッケー。打ったか、まあ、ギリ間に合ったかな、ぐらいで、まあ、あの、LJ はまあ出されるだけきついですね。ほんで、守ってカウンター、島 LJ されて、ウッド打たれてとかで、負けちゃうんですけど、まあまあまあ、危ないですね。ウッド打たれてはおかしく、ライトニング打たれてか、ライトニングとか攻め取るんでされるだけでね、まあきついんですけど、LJ 以外にはいけますな。まあ LJ にもまあ、場合によってはいけそうですけどね。前半にめちゃくちゃ削って、後半なんとか逃げ切る。1本もらえても 2-1 で勝つとか、まあそういうのありそうですが。まあ、形組まれてしまうときついので、やっぱ前半にどれだけ相手にね、ダメージ与えれるかが結構大事な気がしますね。さあ、まあ、適当にプリンとか、ユニットで回収していって、回収しつつ、まあ、オールブレイカーとかでね、攻めてね。あ、いいファイボ。うん！いいファイボ撤回します。さあ、ロイかな。トリトン、バザネク。で、今、ファイボ使ったもんな。ウッド使ったよな。これ、いっていい気がします。さあ、びっくりエリババですね。で、なんなら U の追加とかまで行って、いや、これ、キング起動狙ってんのか、相手は。いや、でも、いいよ。これはもうめっちゃいい。形がいいで、ウッド使って。ウッドを使ってきたら、ゴブリンバレル。さあ、これ、コスコ絶対ないですね。なんなら2コスウォールブレイカーとかしてもいいまであるんですけど、いやー、どうしようかな。悩んだな。まあ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 、落ち着きましょうかね。さあ、守ればもう、ほぼ勝ち。でも、540を守られます。僕は本当にこっからね大逆転とかもマジであるのが、まあ、この枯渇デッキなんですよね。削れないので、まあ、なのでしっかり逆サイとかも攻めつつ、まあ、守ることは大事ですね。ロイジャイにエリババ徹底で、さあ間のその高めマージョうまいですね。さあここは別にエリババいるんで絶対突破はされないですね。後ろからロイジャイ組まれた時とか、後ろエリババからの端前ロイジャイと か、 なんかそういうね感じの攻めとかをされるとちょっと怖くなってきますね。今スケ咲いたな。スケ咲いたので、これちょっと突破しようかなっていう。よいしょ。うん。全然突破できないな。ウッド咲いたな。さあ、ウォールブレイカーまで一緒に行ってあげたら、マザネクしかないよ。マザネクこれ、いけるんじゃね？うん！マザネクをバカでね、道連れにしてほしかったんですけど、あー、結構こうなっちまえばみたいな、とかありますよね。さあでもこれ形組まれますね。ロイトリトンエリババとかなんならされるんじゃねえかっていう。さあこれ気合で耐えます。でプリン大事ですね。魔女にはファイブ打たれるんですけど、このプリンは絶対生きてくれるので、でちょっと低めにね、ちょっと待ってね、ちょっとだけね、ちょっとだけ怖いよ、ちょっとだけ怖いよ、まあ、最悪おられてもみたいな、最悪おられてもみたいなとこあったんですけど、おられない、でかい。で、しっかりウォールブレイカーまで行ってあげると、もう相手は終わりですね。オッケー、グッドゲームかな。っていう風なデッキですね。まあ、ソラ、もう大型も別に何にでも勝てないことはないですね。全然何にでも勝てるけど、エリジェイだけちょっと大変かな。さあ、というわけで、マッチングしましたね。これ勝てば順位勝かな。よろしく。ふうし。いや、動画撮ってるだけで汗がちょっと止まらんすね。最近バカ暑いっすよね。なんか天気悪かったり良かったり激しいし。暑すぎてちょっと動画撮るのも、汗が天敵すぎるな。さあ、メガゴーゴボリ。これ、ラバか入れちゃい。ファイボか。ファイボ？ポンペオバルーンっていうデッキの可能性ありますね。インドラアイコレバルーンディガーファイボザップみたいな。いや、多分なんならそうですね。確定まであるですね。で、インドラこれ腐るから、で、檻も使ったから、これも結構ぶっ破します。これもうチンパンすぎん？いや、待って、バルキリーは違う。俺の知ってるデッキじゃねえ。アイゴレなんですよね、普段。あ、めっちゃいい防衛されたな。アイゴレの枠が、もしかしたらバルキリーになってんのかな。アイゴレ全然違えな。全然違え。いや、あれなんですよ。アイゴレディガーのバルーンだと思っ、いや、でもディガー合ってるもんな。あ、ってことは、
アイゴレがやっぱバルキになってますね。インドメガゴゴボウリのファイバーズアップディガーバルーン、残り1枚バルーンですね。でバルーンこれ見て分かる通り止まらんじゃないですか。なのでもう止まらんと思ったらぶっ破します。相手も僕の攻めがそう止まるわけではないので、止まらん時はお互いぶっ破で交換していきたい。あーうーバルキリー見てからでも完封できるのか、強っ。さあでここはまあ両方回収できるんでね、オリとバルキリーエリババ出して、でまあマザネクにファイボだと思うんですよね絶対。でこれエリババは当たんないなら許せる。で相手あのザップなのでこのエリババが生きるんですよ。オッケーオッケーオッケー、そうっす、守れないので僕はこうやって攻めます。でちょっと逆サイドとかもねプレッシャー与えてきてるな。今相手結構コスト使ったんですよね。言うの檻かな。うわめっちゃいい、これ檻では守られるな。うわマジか。いや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 、そこそこダメージ入ってますね。そこそこですね。でもこれ相手のバルーンがマシ、バルーンディガに5打たれるだけで僕終わるんでね、これですね。なのでもうこれ攻めます。守れないんで、守れないときは攻めろって覚えておいてください。さあでバルキリーかオールブレイカーを止めるな、きついぞ。で相手はこれ410守り気だな。で俺もあと60守れないのかな。これ陸域相手そんなないんでね。でも一生攻めます。残り時間ちょっとなんで攻めて攻めて攻めて5防衛で折りサイトやな。オールブレイカーか、入る。うわザップか、うん、やばい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 、ブッパ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 、ファイブ丸ファイブ丸ファイブ丸、ファイブとゴブリンバレーどっちが早いって、ボーイファイブか。いやボーイファイブしてくるんやさっきからめっちゃ。いや一発入る、一発入る、熱い、拾ってく、拾っちゃった。ちょっと待ってよ。さあオールブレイカーで攻める、ヒースピでワンチャン回復したらさ、よし待って、一生この試合してる、ちょっと待って、入る入る入る、起きた来た来た、お願いファイブ間に合うな、ファイブ間に合うな、おい待って、なんで2耐えんねんバカか、なんでやねん俺勝ったと思ったね、74ぐらい削ると思った、足りんかったっすね、いやマジかというね感じで、まあ防衛できなかったらめちゃめちゃ攻めてください。そしたらこう意外となんとかなるもんなので、というわけで最後負けちゃったんですけど、今日こんな感じで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。皆さんこの子がね使ってみてね。ではまたね。